そうしましたら皆様お待たせいたしました。ニューヨーク VC 最前線、スタートアップとの激動の100日、投資先12社との苦闘から見えてきたコロナショック後のニューノーマル、スピーカーものづくりベンチャーズ取締役関信弘、関さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらニューヨークで、夜の10時なんですけれども、今回45分ほどお話をさせていただきまして、その後に、ご質問を受けるというような形で考えております。で、このタイトルなんですけれども、若干この大げさに書いてるところもあるというところもありますけれども、実は私3月の11日から、約110日くらいの中で、家を出たのは5日ぐらいしかないというような状況になってまして、ある意味、家の中で激動していた100日というところなんですけれども、その中から、いろんな会社さんとお話をさせていただく中で、いろいろと新しいところも見えてきた、そういうところもありますので、そういった内容について今回はお話しさせていただけたらと思っております。で、早速のクイズなんですけれども、先ほど、4択でということでお話しさせていただきましたが、今回はこれアメリカに関する、質問になります。今回2020年の3月から、アメリカ特にニューヨークではロックダウンが始まって、大きな社会問題となりました。今も続いておりますけれども、特に大きな、ニュースは失業者がどんどん出たというところになります。で、2008年、12年前のリーマンショックの時にもですね、実は非常に多くの失業者が出たんですけれども、今回コロナ、こちらでですね、実際どのくらいの失業者が出たのかというところ、あとで数字もお話ししますけれども、まずはコロナショックというのはリーマンショックに比べてどのくらい大きな、ものだったのかというところをぜひご回答いただけたらと思います。で、実はこれだけ言われているけど失業者の数は少なかったよと思うような方は A を選んでいただき、そうじゃないよという場合には、2.6倍、8.2倍、13.8倍の中から、選んでいただけたらと思います。それではどうぞ。結構回答が集まっていますね。数字がだいたい動きが止まってきたかな。ですね、24.7倍はこの選択肢にないんでですね、10% の方が回答されてるんですけれども、実は回答は、13.8倍ということになります。で、正確な数っていうのはですね、まだコロナショック続いているのでですね、なんとも言えないんですけれども、最初の8週間、約2ヶ月の間で、どのくらいの方が、失業保険に申し込んだというような数が出ておりまして、これが約3600万人。で、実際には、5月の末にですね、末の時点の失業率というのが約 20% ということで、その 20% という数字は大体3000万人という形になっております。で、どちらにしてもリーマンショックが、明けた2009年の頭の時点での失業者というのは260万人しかいませんでしたので、大体10倍以上というような数になっております。ちなみにですね、同じ失業、5月末の時点、6月末の時点での、日本の失業者というのは、大体、確か200万人ぐらいだというふうに思います。で、やっぱりその日本と比べるとですね、アメリカの方は感染者も多いんですけれども、実際に、インパクト、ネガティブなインパクトを受けた方が非常に多いと。いうような状況になっております。で、どうしてこういう数字を最初に、見ていただいたかというとですね、アメリカの方で、コロナのショックというのがですね、実は、景気に大きくインパクトを与えていて、日本でも、特に東京ではですね、最近また、コロナの患者さんが増えていて、いろいろビジネスが大変だという話がありますけども、インパクトとしては、アメリカ非常に大きかったということが言えるかというふうに思います。で、これだけ大きなインパクトを受けているアメリカなんですけれども、この中から今日は、
コロナ後のニューノーマルというのは果たして出てくるのか、出てくるとしたらどんなことが出てくるのかというところをまあ見ていきたいというふうに思っております。でまずですね、日米のスタートアップ環境の違いというところをですね、特にまあコロナが起きた3月くらいからですね、この夏ぐらい前にかけて、なかなかアメリカでどんなことが起きているかということを、日本で報道されてないと思いますので、簡単にまとめました。で、大きな類似点としましては、政府等がですね、会社に向けて、補助金であったり、融資であったりするというような形。これは、スピード感、それから金額の規模という差はありますけれども、どちらの政府もやっていたということで、こちらについてはあまり大きく変わるところはないと。それに対してですね、相違点というか、特にアメリカがですね、日本と異なっている点、いくつもあるんですけれども、スタートアップというコンテキストで結構、注目しておいていただきたいのは、この3つになります。で、やっぱり一番大きいのはですね、会社が生存するために、コスト削減をドラスティックにするというところで、実際にレイオフなども、かなり、早いうちから行われていました。有名どころのスタートアップですね、かなりレイオフをして、話題になったところもあるかと思いますけれども、そういったところが、日本と比べると非常に動きも早く、規模も大きかったというのが、一つ大きな違いかと思います。で、単純にレイオフをしてですね、コスト化削減してるだけではなくて、こういった、転換期をですね、うまく使って、コロナ後に備えた、対応を取ろうと。で、今までこう、この部門は、その、旬は過ぎたけれども、まだ売り上げもある、利益もちょっと上がってるということで、徐々にこう縮小したようなものっていうようなところっていうのは、やっぱりその、今後のコロナ後を考えるときに、きっと大きく減っていくだろうと。じゃあこういうタイミングを使って、戦略的にやめてしまおうと。そういうようなことも、結構ドラスティックにやられていると。で、最後にですね、まだ実際に動いてないところもあるんですけれども、これからコロナ後だというふうになった場合にはですね、おそらく、多くの VC 投資、それから、様々なお金が動き出してですね、これから戦略的にやっていこうという部分に非常に大きなお金が流れてくるんじゃないかと。これはリーマンショックの時にもあったことですけれども、そういったところっていうのは大きく削ってる分、新しい分野に対してまた新規投資が出てくると。そういったところが相違というかですね、差として出てくるんじゃないかなというふうに思っています。で、類似点として、アメリカで、政府が、対応したこととして、スタートアップの経営に関連したところで言うと、二つ、知っておいていただいてもいいかなと思うところがあります。一つは、PPP と言って、ペイチェックプロテクションプログラムというものです。で、もう一つは、先ほどあった失業保険ですね。で、PPP というのは、この名の通りですね、ペイチェック、これは基本的には給料という意味合いなんですけれども、すぐにレイオフが起きてしまう環境ということもあってですね、そういったことがすぐに起きないように、政府が、緊急にお金を融資してですね、その従業員に払う給料であったり、家賃、そういったようなものを、過去の実績に合わせて申請すればすぐに融資すると。で、その後、大体その融資額っていうのが、2ヶ月分ぐらいなんですけれども、その2ヶ月分の、融資っていうものがですね、その、給与であったり、その家賃であったり、そういったものにちゃんと払われましたよっていう証明書があればですね、そのお金については、返済義務がないということで、そのまま補助金に変わると。そういうようなもので、3月の末ぐらいに、可決されて、実際に3月から4月にかけて、多くの企業が申請したと。で、かなり大きな額が予算化されたんですけれども、すぐにお金がなくなってしまってですね、議会の方で、追加の予算を取ってですね、それで、やっと、多くの企業に、
融資が進んだというような状況になっています。でもう一個は失業保険なんですけれども、今回失業保険、失業の、数がすごい多かったということもあってシステムが耐えられなくなってですね、かなり失業保険の、支払いも大盤振る舞いになったところもあったというふうに聞いています。その結果として、多くの人がですね、失業してもしばらく食っていけるかいいやというようなことがあって、そういったところも、今回、失業率が大きくなっているような部分に、あるかなというふうに思っております。ただ一方でですね、システムの不具合でなかなかお金が払われないとか、そういったような問題も、合わせてありますので、この辺のところっていうのは日本と随分状況違うんじゃないかなと思います。ただ、今回、コロナと、リーマンショックで、失業保険、申請者の理由が大きく違っていたというふうに聞いていまして、リーマンショックの時には、今回の失業は、職を失ったんですという方が非常に多かった。それに対して今回のコロナショックの、失業者っていうの多くは、コロナの、ために例えばオフィスが閉まってる、お店が閉まってる、そういった期間、一時的なこう解雇であるということで、ビジネスが戻ってきたら、職場に戻れるよっていう、一時解雇、そういった、形ですよっていう申請が非常に多かったというふうに聞いていますので、その辺の、状況も、金融のシステムの、崩壊みたいなところを端に走っている、リーマンショックと今回の、ウイルスの蔓延というところが違ってきている、そういったところもこういったところで現れているというふうに思います。で、こういった政府等の、支援がある中で、じゃあ実際のスタートアップの、経営状況どうだったのかということを、ちょっと私の投資先とのやり取りの中で得られたものを簡単にご説明したいと思っております。で、アメリカは実はコロナ患者さんが出てきたのは結構遅くてですね、大体3月に入ってからです。ニューヨークなんかはもう3月に入って、最初の患者が見つかったみたいなところからですね、3月の確か、12日ぐらいですかね、ヨーロッパですでに、猛威を振るっていたので、アメリカに帰国するんだったら、その13日金曜日までですよみたいな、そういうヨーロッパからの飛行機を受け入れなくなるみたいな話があってですね、で3月13日に、すごい多くの人が帰ってきて、そこから、実は患者がすごい増えたというふうにも言われてるんですけれども、そういったその3月の半ばに、一気に、ロックダウン等が始まって、で、その中でスタートアップの方々っていうのはですね、動きをしなきゃいけないと。で、実際にはその3月の半ばより前にですね、ベンチャーキャピタルの、大手である、セコイアキャピタルがブログを書いて、今回の、2020年の、コロナウイルスっていうのは、大きな、問題になりそうだから、スタートアップの皆さん、注意しましょうと。いろんな手を打ちましょうよというようなことを、書いていてですね、そういったものがソーシャルメディア等でバーッと流れたと。そういった中で、多くのスタートアップの経営者っていうのが、コスト削減しなきゃいけないというようなところから、動きがして、動いていたんですけれども、我々の方も、そういったスタートアップとお話をして、単純にコスト削減するだけじゃなくて、どんなプランに切り替えるのか、どんな見通しで、予想を切り替えるのか。で、その中で、例えば政府の補助金だったり、融資であったり、いろんな策を講じながら、まずは生き残りのためにいろんな策を打ちましょうというようなことで、3月後半、それから4月の頭というのを対応していたというような感じになっています。で、特にこの3月の2行目にですね、既存出資者にブリッジファイナンスのリクエストをするっていうふうに書いてありますけれども、急速に経営状況が悪化した、経済の全体が悪化したという状況の中で、新規の投資を受けられるためにかかる時間というのは非常に長いということを考えてですね、そういう必要がない、すでに出資している人に対して、まずはいくらでもいいので、お金を入れてくださいと。
で本当に1週間2週間で振り込んでくださいぐらいの、勢いでとにかくお金を確保するということを、まあ、3月は、各社に対して周りにお願いとしまして、4月に入ってからは、まあ、それ以外のいろんな、事務的な措置、それから政府の補助金等はまだ3月の時点ではですね、声が出てるだけで実際の申請書がないとか、まあ、そういったものもいっぱいありましたので、まあ、そういったことは4月に入ってからやっていくというような形で、各社といろいろやり取りをしたというのが、まあ、3月4月の状況です。で、まあ、我々の投資している、ハードウェアのスタートアップというのはですね、実はその他のアメリカのスタートアップに比べると早くから、コロナの影響を受けていて、その結果として、対応がまあ少し早めにできていたというようなあの状況になっています。で、まあ、1月の後半にですね、まあ、旧正月があって、まあ、その頃に、コロナが中国で流行り出してですね、で、1月の確か23日だったですかね、武漢が、ロックダウンされるというようなこともあってですね、まあ、その、中国で、ものづくりをしているような、スタートアップ等はですね、例えば作ったものが届かない、部品が供給されない、まあ、いろんな、問題が1月の時点ですでに発生していたということもありまして、もう2月に入ってからですね、結構相談を受けてました。で、まあ、当時はですね、まあ、アメリカは1月の末に、中国とのフライトを全部もうキャンセルしてましたので、直接中国から人が来るっていうことはなかったんですけれども、問題は、ものづくりをしている、その、各種の製品が、中国から動いてこないと。なので、例えば、日本とか別の国でできないかっていうような相談であったり、まあ、アメリカの中で、大体的にできるようなところを知らないかというようなことで、随分予約をしていきました。で、当然、日本にも、入ってきて、で、ヨーロッパにも入ってきたという中で、アメリカも当然影響を受けるだろうということで、まあ、早めに、このコロナに対する対策を、まあ、していかなきゃいけないというようなことは、我々の投資先に関して言うと2月ぐらいから頭の中にはあるというような状況でした。で、そういった中ですね、先ほど申し上げた、様々なスタートアップに対する、こう、気をつけましょうよというようなメッセージっていうのは広く広まっていましたので、当初は、まあみんなこういう内容を聞いてるんでですね、結構シリアスにとって、いろんな対策をしてくれるかなというふうに思っていたんですけれども、実はここに真ん中に書いてある通り、まあリーマンショックのような大きな危機を体験した経営者っていうのはですね、特にスタートアップの創業者の中にはほとんどいなかったと。ですので、まあ大きな、こう、経済不況が想定されるというようなことをいくら言われてもですね、例えばそういったブログとかいろんな情報を見てもですね、例えば、じゃあこれが3ヶ月続くのか、1ヶ月続くのか、10ヶ月続くのか、まあそういった具体的な数字等は、まあ当然入っていない。で、もちろん書いた時点ではみんなわからないというのが、まあ実際だと思うんですけれども、まあそういった中、多くの経営者はですね、まあ非常に楽観的な対応で、そのまあ新規投資がないって言っても2ヶ月ぐらいじゃないかと。なんでまあ7月8月ぐらいになればもう今と変わらないような生活が戻るんじゃないかみたいな、例えばそういうような意識を持っていらっしゃるケースとかですと、まあキャッシュはあるからちょっとだけコスト削減すればいいやみたいな、まあ、例えばそういうような意識がまあどっかに残ってた。でまあそういったことがですね、まあ3月の半ば実際に各社とですね改めて連絡をしてみると分かってきましたので、とにかくもう3月の、末までに、そんな、見通しが甘くないですよと。で、過去の時にはこういうこともあったし、今回の、各国の状況を見ると、おそらくそんなに短く終わらないということで、まあ、その、いろんな指示をですね、直接出して、まあ、追加出資のお願いを既存の投資家にしてくださいとかですね、まあ、できれば、年内以降、キャッシュが残るように、数字を、まあ、調整して、コスト削減をするとかですね。まあ、そういったようなことを、まあ、いろいろこう、対応してもらって、で、我々としても、そのプランが、まあ、ちゃんとできたケースに関しては、もう3月中に追加出資の払い込みをしようと
ということで、チームも動きまして、3月のだいたい最終週ぐらいに、追加出資の、意思決定と、実際の手続き等が、できたというような感じになっています。で、一方でですね、今回のこうコロナショックの、影響っていうのはですね、例えば、我々の投資先の中にある、スポーツ系、エンターテインメント系のところっていうのは、非常に大きいというふうにも見えましたので、今回のような、不況が長くなるようなケースに関してはですね、投資先 によってはですね、その今回のビジネスっていうのは、こう長くこう伸びないというような、可能性があるんであれば、ちょっとこれを機にやめてしまうっていうことも一つの選択肢として考えてもらって構いませんよと。でむしろこういった新しいことを始めやすい時期だというふうに考えて、新しいことに着手するっていうのも決して悪いことじゃないよということも、今回結構いろんな会社と話す中で話していたというような状況になっております。先ほど申した通り、ハードウェアのスタートアップのみに出資してますので、一般的なスタートアップ と状況が違うところも結構あります。先ほど中国から物が届かないというようなところも一つの差ではありますけれども、例えばソフトウェア、特に SaaS 系のスタートアップですと、ロックダウンして家から仕事をする場合、むしろ SaaS 系のサービスを使うっていうことが一般的になって、売上が増える、これからどんどんこう使われる量が増えてくるということで、ある意味、オールドスタイルの、重厚長大型の事業から SaaS 系のものにシフトするということで、景気が良くなっているような、そういったスタートアップも結構あるというふうに思いますけれども、我々の投資先であるハードウェアに関しては、物の流通がですね、物を作る、前段階からあって、実際に作ったものを届けるところまで、ありますので、そういったサプライチェーンが分断されてしまっているという状況が、早くから影響を受けていました。ですので、いわゆるスタートアップなんですけれども、グローバルサプライチェーンが止まっているということで、ビジネスが停止するというようなことが、現実として起きて、オフィスが、ロックダウンされて、自分たちの、ものづくりが止まってしまったとかですね、先ほど言ったものはできていて受注もしているんだけれども、中国の倉庫に止まったまま全く動いていない、そんなようなことが非常に多く出てきています。でそれだけではなくてですね、実際に、ものづくりをしている現場に、テクノロジーを提供するような、そういったソリューションベンダーにも投資してたということもあって、例えば大きな工場の中でコロナが集団感染すると。で、工場を閉じなきゃいけないような、そういうようなケースっていうのも、アメリカは非常に何回もありまして、その度に、それをどうやって、テクノロジーで止めるのかということで、例えば、工場向けのソーシャルディスタンシングソリューションが欲しいとかですね、コンタクトトレーシングのソリューションが欲しいと。今、スマートフォンを使ってコンタクトトレーシングっていうのは、徐々に出てきていますけれども、ああいった形じゃなくて、こう日々、オフィスで、工場で仕事をしていると。そういった中で、接触をして、誰かからか誰かに感染してしまうと、工場全体が止まって、サプライチェーンが完全停止してしまうというようなことが、すぐに起きてしまうということもあって、こういったソリューションをどうやって、提供し、ものづくりを再開するのかっていうのは、この3ヶ月、ずっと課題になっておりまして、今後も、このあたりっていうのは、引き続き課題になっているというような状況になっています。で、ここまでが、3月、4月、5月ぐらい、私どもが投資先 とやり取りをした、実際の、サマリーになってくるんですけれども、こういったその一般論だけですと、なかなかこう頭の中にこうイメージが湧かないというふうに思いますので、我々の投資先の一社である、プロテアスモーション社、こちらの会社について、どんなことがあったのかっていうのを、ちょっとドキュメンタリー風にして、お話して、もう少し
内情がどうだったかということを、お話したいと思います。こちらについては、会社の、製品の紹介するビデオが簡単にありますので、今からちょっと、かけさせていただきます。ビデオの方をお願いします。はい、ありがとうございます。こちら、プロテス紋章社という会社なんですけれども、今見ていただいた通り、トレーニング用の、機械を作っている会社になります。で、まあ、この、非常に大きな、機械ですね、このプロテアスというマシンなんですけれども、このマシンを作っているということで、我々ハードウェアの会社の一つとして、捉えまして、2017年の夏に、最初の投資をしています。でこちら非常に典型的だというふうに、申し上げたんですけれども、理由はですね、このマシーンが、スポーツエンターテインメント向け、特に最初のユーザーさんというのは、ロサンゼルスドジャースのようなですね、プロスポーツの、球団であったりチームであったり、まあ、そういったところが、使い始めたというところがこの会社の、ビジネスのスタートになってますので、実際にプロスポーツが今アメリカでは、延期になってスタートしてないということで、まあ、多くの、投資家はですね、まあ、こういったスポーツエンターテインメント系の、ビジネスっていうのはすぐに、復帰してこないと。なので、スタートアップにとって厳しい時代が続くだろうということで、当初は非常にこの会社の存続そのものも、懸念されるような状況になっていたというのが、まあ、一つ典型的なところかなと思います。で、このマシンはですね、プロスポーツ選手が使い始めたんですけれども、実際の展開というのは、スポーツジムにおいて、使っていただくと。で、このマシンの非常に大きな特徴が、この1台の、マシンと脇にある、まあ、タブレットを使うことによって、まあ、非常に多くの運動を1つのマシンで、できると。例えば、腹筋周りを鍛えたいっていうことであれば、そのタブレットで腹筋周りの、鍛えるような運動をしたいというふうにやりますと、それに合わせてこう負荷がかかったり、その負荷の状況を全部トラッキングしてデータして抑えですね。で、それをベースに、その人の今日の筋肉の状況っていうのが、まあ、リアルタイムに分かるというような、そういうような、ものになっていまして、非常にジムなんかに置くと効率的に使えるということで、非常に多くの引き合いがあるんですけれども、まあ、コロナが始まりまして、最初に占められた場所の一つがスポーツジムでした。まあ、レストラン、それからブロードウェイのミュージカル、バー、そしてスポーツジムっていうのが、まあ、ニューヨークでは最初に、閉店みたいな状況になってしまって、お客さんが使わない、収益も入らないということで、このマシーン、本当にもう、売れないだけじゃなくて、売り上げも全く上がらないんじゃないかと。で、最後の、トリプルパンチ目なんですけれども、このマシーン、結構、まだまだ手作りで作ってる部分もありまして、ニューヨークにあるオフィスで、ものを組み立てて、それを、実際の、スポーツジムに納入しているという状況になっているんですけれども、ロックダウンで、オフィスが完全閉鎖されまして、オフィスに入れないと。で、オフィスの中にあるこういったそのパーツっていうのが、アクセスできない状況になって、物も作れない。で、納入する先もない。で、この業界そのものっていうのが長期にわたって止まってしまうということで、まあ、我々最初はかなりパニックになりました。で、まあ、こちらに書いてある通り、まあ、ジムも閉鎖、オフィスも閉鎖。で、シリーズ A の資金調達の今年の春からやろうということで動いていたんですけれども、まあ、こういう状況ですので、資金調達どころか会社が存続できるかどうかもわからないということで、非常に大きなパニックになったというのを、覚えております。で、まあ、実際には3月中ですね、本当に10日間ぐらいですね、3月13日から20、
4、5日ぐらい前の間だと思いますけれども、まあこの間に、最初にやったことは、まあ既存の投資家に対して、もう100万でも50万でもいいんで、出資してくださいと、追加投資してくださいというようなことを、まあその会社から連絡してもらったと。で、並行して、経営リソースの見直しをすると。こういったその先が読めない状況になる中で、本当にこの会社にとって重要な、リソースは何なのか。先ほどもそのハードウェアが作れなくなった。出荷できなくなった。まあ、そういったいろんな状況の中で、本当にこの、事業って必要なのか。本当にこの人は必要なのか。まあ、そういう、話をですね、本当に週末も含めて、ずっとしてまして、で、最終的に取締役会の中で、新しいプランについてディスカッションしたんですけれども、一方で取締役会の中ではですね、一つの投資、先、投資してくれてる会社っていうのがですね、NBA と NHL、そのホッケーとバスケのチームを持ってる、会社が、やってる VC でですね、まあそこの、パートナー2人が取締役会にも出てきたんですけれども、まあ彼ら自身が、まあメディアには流れてないような、まあスポーツ界で今起きてることっていうのをですね、やっぱり非常によく知っていてですね、まあそういったその、私のような、そのアジアで起きている、まあものづくりの状況、それから、スポーツ業界で起きている本当のこと、それからまあ会社として本当に何がリソースで重要なのか、まあそういったことをですね、ディスカッションして、で、まあ3月の25日ぐらいだと思いますけれども、だいたい新しい戦略を決めて、資金の調達も決めて、で、呼びかけをして、まあお金を集めるというようなことを3月中にやったというような感じで、まあ非常にスピーディーにできたかなというふうに思ってるんですけども、一方で、こちらで追加出資するということで、日本側に、まあこういうコロナの状況なんで、経営リソースも見直して、お金も入れます。で、場合によってはこう、レイオフも含めた、企業再編をします、みたいなことを、お話したところ、やっぱり日本の、我々のファンドに出資させている、くださっているような方たちっていうのは、まあ、そもそもやっぱりレイオフするっていうことだと、もう会社がもう潰れちゃうんじゃないかというような、まあちょっとネガティブに捉えてしまうような、まあそういうような印象があるということをおっしゃっていてですね、まあ我々としては、もちろん潰れる可能性もあるということも、考えている中で、どうやったら、こう、このショックが終わった時に、一番伸ばせる部分を残して、そこに、投資するかということを、やるかということを考えてたんですけど、やっぱり、こう、どうしてもレイオフとかですね、そういったところに目が行ってしまうということで、まあ、それも非常に短期間でやったということもあって、そこら辺が、こう、ある意味、日本の方と、こう、アメリカの方でですね、スピード感の違いっていうのが、まあ、如実に出たかなっていうのが、今回、3月に、各社とやって思ったことでございます。で、まあ、こんな感じでですね、各社と、まあ、12社、それぞれといろいろ話をして、当然、1社ごととですね、まあ、今後、どんな分野が伸びてくるのか、どんな分野はもういらなくなるのか、それに合わせて自社っていうのは、どういう分野に、戦略的に、重要リソースを張っていくのかみたいな話を、まあ、ずっとしていましたので、まあ、その中で、まあ、今後のニューノーマルはどういうところになってくるのかっていうことを、まあ、非常に限られた、業界と非常に限られた、地域からの、フィードバックなんですけれども、まあ、ちょっと大胆に占ってみようかなっていうのが、まあ、最後の段になります。で、まあ、2008年の、まあ、リーマンショック、実は私、この時は、シリコンバレーにある、ブログの会社の、まあ、経営の一角におりまして、まあ、実際にこの時も、非常に早くいろんなことを決めたっていう、記憶がありまして、まあ、その中で、今回の、各社への対応っていうのが、まあ、できたっていうところもあるんですけれども、まあ、そのリーマンショックの時の、後のニューノーマルっていうのをちょっと振り返ってみると、こんなところなのかなというふうに思っています。これは私のいた業界ですね。ソーシャルメディアとかネットっていうところなんですけれども、まあ、一つ目は、まあ、ソーシャルメディア。これがまあスマホを使うということで、
非常に使われるようになったというのが多分リーマンショック後のことなのかなというふうに思います。で、我々も当時の会社に勤めてた時にはですね、まあ、ウェブ系の広告ビジネスっていうのは、やっぱり、お金の収益の大半がウェブ上にあるバナー広告であったり、その動画広告、まあ、こういったところからの収益がむちゃくちゃ大きかったと。で、スマホ系のものってのは非常に小さかったんですけれども、まあ、リーマンショック後で、大きく様変わりした後っていうのは、もうスマホプラスアプリというのがもう当たり前になってきてですね、ここで実は大きなビジネスの、チェンジが起きたなというふうに思っております。で、まあ、そういったソーシャルとモバイルっていう、まあ、二つのものが一気に、ノーマルになったというようなところで、まあ、出てきた、広がったっていうような、ビジネスの、まあ、代表的なものっていうのが、実は、シェアリングエコノミーなんじゃないかなというふうに思っています。例えば、ウーバーにしてもですね、モバイル、端末でアプリが動かなかったら、そこに配車するってことはできなかったわけですね。で、持ってる人がいなければ、当然、そこに行くこともできないということで、この新しい、スマホプラスアプリというのがニューノーマルになって当たり前になったということで、ソーシャル、シェアリングエコノミーっていうのが、まあ、一気に加速したと。で、実は2008年のリーマンショックより前にも、こういったものはあったというふうに思うんですけれども、なかなかこういった新しい考え方っていうのは、徐々にしか広がってなかったと。それがやっぱりこう、ある意味、こう大きな、経済の変節点に来ることによって、一気に加速する。これはまあ、ある意味、ニューノーマルが生まれる一つの、方程式なんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、そういった状況の中で、2020年を、占ってみると。で、まあ、当時私、ソーシャルメディア系の業界にいたんですけど、今、ハードウェア系にいますので、ソーシャルメディア系が何が起こるのかって正直、占うほどわからないんですけれども、まあ、まず、一般論として、先ほどの、スマホプラス、アプリというところからわかることは、旬を終えたビジネスは一気に消えるけれども、それまで、こう、ゆっくりゆっくり伸びてきた新しいものっていうのが、一気に主流になる。これは、先ほど、日本とアメリカの違いの中にもありました。まあ、アメリカだと、こういった、不況になると、こう、レイオフみたいなこともするんですけれども、一方で新しいものに対して積極的に投資するというような動きをする。その結果として、旬を終えたビジネスが一気に消える。新しいものは一気に出てくると。まあ、この二つがニューノーマルを生む、まあ、一つの土壌になってるんじゃないかと。なので、この1、2という観点で、ニューノーマルをまずは占っていくのは必要なんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、3番目に、今回、まだ3ヶ月しか経ってないんでですね、なかなかわからない、部分ではあるんですけれども、我々がこう体験した一つの、新しい需要としては、こうソーシャルディスタンシングとか、コンタクトトレーシングとか、まあ、そういったようなものっていうのニーズが、まあ、一般的な、その、一般の、コンシューマー向けにはですね、スマホに入れて、アラートを出しましょうみたいなことで最近出てきてますけれども、もう少し、こう、ビジネスの中に、どうやったら入れていけるのかっていうようなことで、ソーシャルディスタンシングを、工場の中の全従業員にさせるための、ツールを今すぐ持ってきてほしいみたいな、まあ、そういうような、リクエストというのがですね、工場とか倉庫とか、そういったところから非常に多く出てきました。で、これはいわゆるコロナでの一時的な需要喚起なんですけれども、一方でこの部分の、テクノロジーっていうのを、そのものもあっても、どう評価するのか、どのぐらいの値段だったら買うのかっていうところがですね、やっぱり、こう、特に、工場の事業会社さんなんかではですね、すぐに判断できないということで、こう、どんどん我々がそれ以上持ってっても、こう、意思決定されないみたいなことが、この3ヶ月続いていると。で、まあ、これからどうやって、その、部分がニューノーマルになってくるのか、ならないのかっていう見極めが、まあ、必要になってくるというふうに思うんですけれども、これは、その、先ほど、1、2で書いた2番の、まあ、ゆっくり伸びていたものが、こういう、チャンスに、
出てきているものなのか、それとも一時的にこれは欲しいけれども、長期的に見るとそんなにいらないものなのかっていうところが、多分ニューノーマルになるものなのか、ならないものなのかっていうところが、直結してくるのかなと思います。ですので、ソーシャルディスタンスそのものっていうのは、それなりに必要なんですけども、その中の細かい部分で、これはニューノーマルになる、要素、ビジネスである、そうじゃないっていうものは、多分今後出てくるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、本命は何ですかって、多分聞かれると思いますし、事前の質問にもあったと思うんですけれども、いろんなテクノロジーありますので、これですということをなかなか言えないと。ただ一つ、お話したいのは、この旬を終えたビジネスが一気に消えて、ゆっくり伸びていたものが急速に主流になると。で、これは実は、地域差がありまして、ここに今出しているグラフはですね、ガートナー社が毎年出している、テクノロジーハイプという、グラフで、このプロットされているのは一つ一つ、技術になっています。で、こういった技術が、この線に沿って右にどんどん、こう、移っていくっていうもので、多くの方知ってらっしゃると思うんですけれども、実は知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うのは、実はこのグラフは国ごとに違ってます。例えば日本の、ガートナーさんが出している、こういったものを、実際に見て、で、左側に例えば、アメリカで出しているものを並べると、実は、英語を日本語に翻訳しただけではなくて、プロットされている位置が違ったり、なかったりします。これはやっぱりそのテクノロジーが、その国で、今どのくらいの位置づけにあるのかっていうのは、やっぱり国ごとに違っているということを、表しているんだと思います。ですので、先ほどこう書いた通りですね、こう旬を終えたビジネスなのか、今伸びていたのか、まだ全然来てなかったのかっていう、そういったところを、ある意味、日本とアメリカの差っていうのも、見据えた上で、日本ではあんまり来てないけど、アメリカでは来そうだとか、逆だっていうことも、ある意味頭の中に入れながら、次のニューノーマルっていうのを考えていく必要があるのかなというふうに考えております。で、我々がやっている、そのものづくりという中で、じゃあニューノーマルは何なんですかということを、最後にお話しさせていただきたいというふうに思います。はい、司会失礼いたします。最後にこのニューノーマルの、ハードウェアスタートアップ系のニューノーマルということなんですけれども、我々自身は、以前から、ハードウェアのスタートアップが来ることによって、サプライチェーンというのはどんどんローカルに戻ってくる。グローバルから、ローカルになっていくと。で、ローカルになってくることによって、より、その、旬のものを、少量、そのある意味、少量多品種生産って言いますけれども、そのローカルでのみ、本当に欲しいっていうものをすぐにデリバリーするという、そういったインフラが作られることによって、今後のハードウェアスタートアップっていうのが、より、ダイバースしながら、反映していくんじゃないかと。そういうことをずっと考えてきて、投資もしてきたんですけれども、それがどんどん加速するんじゃないかということで考えております。で、その中でですね、例えば、アイデアから、少量生産まで一気通貫できるような、そういったソリューションっていうのが、日本、アメリカ出てきてますけれども、こういったところに、今後は投資分野として積極的に投資していきたいというふうに考えています。で、ただ、口だけで言うだけではなくてですね、実際にそういったことを、我々自身がですね、日本の中に少量生産の拠点みたいなものも作って、いろんなパートナー企業さんと連携することによって、単純に声掛けとか、その出資して、そのスタートアップの製品を、見てるだけじゃなくて、実際に、日本に持ってきて、使ってですね、それによってスタートアップさんがものづくりをする、大企業さんが、ものづくりするっていうところの、ある意味、先鞭をつけられればいいなというふうに思っております。で、最終的には、自作、それから少量生産の、プラットフォームっていうのを我々自身が作って、必要なスタートアップに対しては積極的に投資すると。で、それは国内だけでなくて、アメリカ、場合によってはそれ以外の国っていうところでも、投資活動っていうのを、よりこう加速させていきたいというふうに考えております。で、我々、日本、京都を中心におりますけれども、京都、それから私自身は今ニューヨークにおりまして、ニューヨークと、主にニューヨーク
を中心とした東海岸地域で、まあ、西の方に行くと、まあ、ピッツバーグっていうですね、まあ、ペンシルバニアの、市がありますけど、まあ、その辺りぐらいまでは、アクティブにカバーしているというところになりますので、まあ、そういった中で、我々にとってものづくりのニューノーマル、こういったものを、実際にサポートするようなファンドというのを、今年、また組成しまして、より積極的に投資活動していくというふうに考えております。1分オーバーしますけれども、以上になります。ご清聴ありがとうございました。関さん、ありがとうございました。